鎌倉大仏、武家のこと、鎌倉とは、神奈川県鎌倉市、横浜市、逗子市に残る歴史的建造物群を対象とする世界遺産暫定リスト掲載物件である。日本が世界遺産条約を批准した1992年に暫定リストに登録された。この年に暫定リストに記載された日本の物件12件で、 世界遺産リストに正式登録されていないのは、この物件の他には、彦根城があるだけである。日本国政府が、ユネスコの世界遺産センターに1992年に提出した時点での名称は、古都鎌倉の寺院、神社他だったが、推薦書案の練り直しの中で、現在の名称になった。2013年4月30日、世界遺産の諮問機関であるイコモスによって、 世界遺産への不登録を勧告された。日本が単独で推薦した物件では4段階の勧告の中で最も下の不登録が勧告されたのは初めてであり、この勧告を受けて日本の関係省庁連絡会議では同年6月4日付で世界遺産委員会への推薦取り下げを正式決定した。日本国政府は鎌倉が最初の武家政権であるとともに、 江戸と並ぶ武士によって築かれた都市であること、江戸が東京となって王子の姿を失ったのに対して、鎌倉にはかつての景観が残っていることなどから暫定リストに加えている。日本国政府が1992年に世界遺産センターに提出した文書では、この物件が世界遺産の登録基準のうち以下の項目を満たしていると主張していた。しかし、 2009年から2010年にかけて3度にわたって行われた国際専門家会議では特に基準等を強調すべきと助言され実際にに基準はその後明治時代の開始まで続く武家政権の成立と彼らが生み出した武家文化を伝える霊障であることに基準は三方を山に囲まれた防衛重視の立地の下、独自の都市景観と宗教景観が生み出されたことに それぞれ適用できるとされている。さらに文化庁文化審議会の資料では、こと宗教建築、防衛施設などの観点で、国内のすでに世界遺産リストに登録されている物件と比較を行い、最初から防衛的観点を重視して建設され、さらにその強硬な土地に適応するために、独自の景観が生み出された例はないとしている。また、武士に対応する階級として、 ヨーロッパの騎士やイスラームのマムルーク、あるいは中央アジアの遊牧民などまで視野に入れ、それらの存在が関わる外国の世界遺産32件と比較を行った上でも、鎌倉の独自性が認められるとした。2011年9月にユネスコに提出された推薦書の暫定版に記載されている構成資産は以下の10資産である。三方を山に囲まれている地形を、 唯一の構成資産とし、点在する寺社や遺跡をそれらが属する産業や、海浜とまとめて一つの資産としている。朝日七霧同士の一部と商業寺が、横浜市、名古屋霧同士の一部と和貝島の一部が、図紙市に含まれるのを除けば、すべて鎌倉市に属している。鎌倉の文化財は、文化財保護法、及びことにおける歴史的風土の保存に関する特別、 措置法によって保護されている。日本が世界遺産条約を批准した1992年に暫定リストに登録された12件のうちの一つである。同じ年に登録されたこと京都の文化財、日光の社寺、1995年に暫定リストに追加された原爆ドーム、2001年に暫定リストに追加された紀伊山地の霊場と、三景堂、平泉、 仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群などが次々と正式登録されていく中で、鎌倉が世界遺産委員会に推薦されたことはなかった。武家の都という点は、奈良、京都などと差別化を図り得るものではあるが、厚生資産が神社、寺院を主体とし、鎌倉幕府の政治的建造物がほとんど残っていない点などを理由として、 推薦された場合の苦戦を予想する意見が見られた。鎌倉市には2001年に鎌倉市歴史遺産検討委員会が設置され、2007年には神奈川県、横浜市、鎌倉市、逗子市世界遺産登録推進委員会が共同で設置されるなど、世界遺産登録の実現に向けて、市や県のレベルで具体化の動きが進められてきた。一方、2007年11月に、 神奈川県から派遣された鎌倉市職員が世界遺産登録に向けた動きの中で公文書偽造事件を起こしたこともあった。文化審議会に2011年2月に提出された報告書では2011年9月の推薦を目指す。それを踏まえて実際に2012年1月に推薦書が世界遺産センターに提出され、同年9月24日から27日に 諮問機関であるアイコモスの調査団が訪れた。その調査を踏まえた勧告が2013年4月30日に示され、不登録と判断された。日本が単独で推薦した試算で、不登録勧告を受けた例は初めてである。アイコモスが不登録とした理由は、と、この勧告を受けて、日本の関係省庁連絡会議では、同年6月4日付で、 世界遺産委員会への推薦取り下げを正式決定した。これは再推薦が不可能になる委員会での不登録決議を回避し、抜本的な推薦文書の練り直しを踏まえて再推薦主体とする地元自治体などの意向を踏まえたものである。世界遺産推薦取り下げを受け、その支援事業として日本遺産制度が創設され、2016年にいざ鎌倉から 歴史と文化が描くモザイク画の町へとして認定された。不登録勧告内容を是正するためのコンセプト修正には相当な時間を要するため、2019年11月に神奈川県と鎌倉市、横浜市、逗子市が文化庁に提出する世界遺産推薦書の作成活動を同年度限りで休止すると発表した。規模は縮小するが、基礎研究と文化財調査及び、 整備事業は継続され、世界遺産登録は諦めない方針も明らかにされた。ありがとうございます。